チャオ、リブだよ。今日は石巻駅前、まさに駅前にできたクライアカデに来てみました。オープンしてから約1ヶ月、もうすでに多くの人が行ってると思うんですけど、私はなんと初めてです。どんなラーメンが出てくるんでしょうか、楽しみです。それでは今日も美味しいもの食べるぞ。宮城県石巻市にできましたクライアカデ、ラーメン屋さんですね。初めて行くお店です。個人的にはラーメン屋さんっていうこともそうなんですけど、駅前で昼から飲める店が増えたという喜びをかみしめて、初めてラーメンを食べに行きました。一人用のカウンター、メニュー豊富ですね。ここね、灼熱の激辛ラーメンみたいなやつもあるんですよ。ちょっとこの日挑戦できなかったですけど、いつか挑戦できるかな。やっぱおすすめは東北味噌ラーメン。そうですね。はい。じゃあ東北味噌ラーメンで、はい、全部乗せて。全部乗せて。はい。はい。水を飲みながらラーメンを待ちます。いただきます。そんなわけで初めて食べるのは東北味噌ラーメンの全部のせですね。ノーマルの状態ももちろんいいんですけど、全部のせにすることで具をたくさん味わえる、そういう言い訳に近いような感じで全部のせ頼みました。このね、ネギがシャキシャキですごい量も多いんですよね。それが味噌ラーメンってやっぱりネギだよなと改めて思わせてくれます。ネギと海苔と卵とチャーシュー、そしてメンマ、いいですね。そしてね、このチャーシュー、トロトロチャーシューと少しこう形の残ってるチャーシューってあると思うんですけど、それのちょうどいい感じ、それが2つある感じといえばいいのかな、その間というよりはどちらも残っている、周りはプルプルで柔らかめだけど中にはしっかり肉を味わえる部分があるとでも言いますか、とても好きなチャーシューでした。自分はもともと味噌ラーメンが昔からそんなに好きではなかったんですよ。ここ数年でむしろ好きになったんですけど、なんでかわかんないけど昔は太麺が苦手だった。たびたびこの動画で言ってますけど、俺はシンプルなラーメンだったり、いわゆる中華そばみたいなやつが好きなんですよね。なんで縮れ中華麺みたいなものが基本的には好きで、でもここ数年ね、味噌ラーメンっていうのをよく食べるんですけど、美味しいなと思ってて、なんで昔苦手だったのかが逆に分かんないんですよね。昔の自分に聞いてみたい。もしね、動画を見てる方でも太麺ちょっと苦手なんだよなとか、ちょっと太めの麺はっていう方がいたらコメントで教えてください。謎。そしてこの卵のトロトロ見てください。いいね。ああ、美味しそうに食べますよね。食べっぷりいいよなこの男。こうやっててあんまり量食べれないっていうのが逆にこうなってきちゃう、面白いな。このラーメン屋さん昼から飲めるんですけど、その昼から飲む人に嬉しいおつまみとかもたくさんあって、もやしナムルだったり、あとはおつ盛りっていうおつまみの盛り合わせみたいなのまであるんですよね。しかもさ、前半のメニューを見て気づいた人もいるかと思うんですけど、ドリンクメニューにテキーラまであるんですよね。実はこのラーメンを食べる撮影の後、実際に昼飲みしたんですけど、いい感じに昼飲みできました。もちろんテキーラは飲まなかったですけど、瓶ビールに合うようなおつまみ盛りだくさんでゆっくりできました。この駅前でそうやって昼飲みができるのはすごい嬉しくて、
なんかさ、ここ最近俺平日飲まないようにしてるんだけど、そしたらお酒弱くなってきて、弱くなってというかペースもね遅くなってるんですよ。ゆっくり飲むようになっていて、そして夜にはもう早い時間に眠くなるようになってきたんですよ。なんで昔みたいに夜通しお酒を飲むというよりも、こう昼から夕方までにかけてちょっと飲んで、そういうのがすごい自分に合ってるんですよね。うん、そういう機会も増えていて、それはそれでね、昔と違っていいなと思いました。もちろんその車の運転とかができなくなるっていうのはあるんですけど、ここ最近は公共機関と徒歩で移動してますので、そういう自動車に乗れないことへのストレスみたいなのも減ってきてるのでね、なおさらそういう機会が増えてきたのかなと思います。先日動画でもアップした通り、石巻駅から徒歩0分みたいなところにおでんとタコスのお店ができたり、あそこも昼飲みにすっごいいいお店なんですけど、そしてクライアガレさんもあって、そしてなごみさんとか、あとはよく行くパン工房フィールさんとかね、昼飲みができる場所がどん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 増えていくのはとても嬉しいことです。きっとこの動画を見てくれてる人も昼飲みが好きな人とか、食べること、お酒を飲むことが好きな人が多く見てくれてるかもしれませんので、それ以外にもね、ここ昼飲みおすすめだよみたいなところがあったらコメント欄でぜひ教えてください。まだまだね、俺も行けてないとこいっぱいあるんで、いろんなとこに行ってみたいと思ってます。もちろん新旧問わず、新しいお店も昔からあるお店も、どちらにも全て行ってみたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。いやー、この日もね、美味しくラーメンを食べたね。やはりさ、この冬とか寒くなってきた、そんな季節には味噌ラーメン合いますよね。芯から温まる感じがします。発酵食品は体にも良し、スープをしっかり平らげて、完全につまり完膜ですね。クライアガレ美味しかったです。ぜひおすすめです。ななみちゃん、この動画どうだった？めっちゃまぶい。